ではよろしくお願いいたします。子どもは社会の宝と言われますが、一方で今は全国的に少子化が問題となっています。和歌山県の現状はいかがでしょうか。はい、和歌山県もですね、はい、よく私は課題先進県って言ってるんですけどね、はい、少子化っていうか、高齢化よりもむしろ少子化ですよね、はい、少子化がどんどん進んでるわけですね、はい、ちょうどね、私なんかが生まれた頃という比較すると今4分の1ぐらいなんですよね。4分の1というのは、平成24年で和歌山県で生まれた方が7423人なんですよ、はい、ですからこれはちょっとまずいなという感じはとてもあるんですね、うん、はい、はい、その和歌山県における少子化、はい、出生率などはどうなっているんでしょうか。そうですね、この出生率をこう見ますとですね、和歌山県のこれ合計特殊出生率ということなんです、はい、お子さんが生まれる可能性のある、ね、はい、女性1人当たりに大体何人子供いるかと、はい、でそれを見るとですね、これも随分減ってきて、大体この数字が 2.08 よりも下ぐらいだとですね、人口というのはずる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 減っていくんですね。でちょうど例えば私たちよりもちょっとお兄さんお姉さんぐらいの頃が一番ベビーブームだったんですが、はい、その頃の方のお子さんたちがちょうどこの山なんですね、はい、でその山のところではですね、大体 2.08 を超えていたんですね、ところがやっぱりどん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 これがまた下がってきて、で和歌山県は現在 1.53、全国はどうかというと和歌山県よりもっと少なくてね 1.41 なんですね、はい、だから和歌山県まだ全国よりはちょっとマシなんだけども、あんまりよろしくないわけです、そうですね、でその原因をこう考えますとね、はい、実はその2通りあるわけです、はい、でまずですね、その一つは昔は例えば私の兄弟は多分2人だったんです、で私の父親の兄弟は5人いたわけです、はい、で母親の兄弟は3人いたわけです、はい、で5人3人でもそんなに多い方ではなかったんですね、で私の時の2人っていうのは割と標準的 で、で今は一人っ子なんてのも結構多いわけですね、はい、だから全体として子供さんが夫婦1人当たりにどのぐらいいるかという数が減ってるんですね。あ、なるほど。でそれはそうですね、若い人、考えますかね、はい、30歳から34歳ぐらいで昭和57年ぐらいだとね 1.99 と2人ぐらいいたんですね、はい、で現在はね、はい、1.36、1人に近い状態なんですよね、はい、和歌山県はこれ割と多いんですよ。全国よりも多いんですけど、だからさっきの出生率が上がってるんですけどね。なるほど、はい、紀州三人子政策って後でご説明しますけど、はい、そういうようなことがちょっと効いてるかなという感じはするんです、はい、でもう一つの問題はね、要するに、ね、結婚しない人が結構多いんですね。未婚の、ね、それから結婚するとしてもですね、随分、はい、後で結婚する、つまりこう晩婚化ですね、ですかね、はい、そういう方が多いですね、はい、うん、だからその2つがね、問題かねということがあるんですね。なるほどね。それでは安心して子供を産んで育てるようにするために、はい、どのような取り組みが行われているんでしょうか。まずね、第一の点、はい、第一の点について、つまり第一っていうのはお子さんの数が少なくなっている、はい、一家庭あたりのね、はい、でそれを何とかしましょうというのが、一つ、いくつかずっと政策やってるんですけど、はい、この紀州三人子政策っていうのをやってるわけです、で、2人じゃなくて3人産んでもらうもんじゃないか、はい、ね、大変ですね、で、はい、それは大変なんです、はい、で大変だから、はい、例えば保育料なんか、3人目からはもうタダにしちゃえと、ね、はい、で県と市町村と取り組んで、こういうことをやってるわけですね、はい、それからその次の子の取りサポートというのがあるんですけど、これはですね、一言で言うと不妊治療なんかに一番力を入れよう、一般的な不妊治療、これももちろん、はい、県でやってますし、それから特定不妊治療というのがあってね、はい、えらいお金かかるんですよ、ものすごく、そうなんですね、何十万もかかる、でそれをかなり手厚く、和歌山県は助成をしてるんですね、多分その手厚さでは日本有数だと思いますけどね。そうなんですね、はい、で、はい、そういうことをやって、なんとかそのお子さんを欲しい、あるいはお子さんを育てて売る、経済的にね、そういうようにしていこうというのがね、こういう政策なんです。これはさっき言った
あの少子化の原因のうちの一番目に該当するところですね、はい、もう一つの理由というのはどういったことで、ねね、どんな状況だったんでしょうか。要するにね、はい、あんまり結婚しない人が増えてるわけですね、はい、でこれ見ていただきますとね、はい、昭和55年ぐらい和歌山のね未婚の比率ですね、はい、でこれはですね男性で 3% 女性で 4.2%、はい、ま、しかなかったんです。現在はですね、まあ、直近のデータは和歌山でいうと男性で、ね、16.7% の人が結婚してないわけ、うん、で女性でいうと 9.2% の人が結婚してない、うん、で別 の, ところでちょっと言いますとね、はい、こういうこともあるわけですね、はい、でこれはですね初婚年齢ですね、はい、でこれもね随分だん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 上がってきてるわけです、和歌山県ではですね、平成24年に結婚年齢は男性でですね 30.0 歳、はい、女性で 28.6 歳なんですよ、はい、で平成2年、その時に男性はですね、28.0 歳、はい、それから女性は 25.3 歳ということだったんですよね、うん、そうですね、全国よりは割ちょっとは早く結婚してるんだけど、だけどそれでもねもう30近くまでっていう、これ平均ですからね。そうですね、ということは30過ぎてから結婚する人もうんと多いんですよ ね、 なるほどね。そうするとやっぱり赤ちゃんができる期間が短くなるよなということもあって、それでじゃあどうしようかと、はい、いうことなんですが、その原因をこう探らなきゃ、はい、そうするとね、はい、出会いの場が少ない、なるほど、ということがあるんですね、はい、で昔はですね、例えば私の家族の周りもそうでしたけど、どっかからねなんか見合いの話とか来るんですよ、はい、ね、でもちろん恋愛するのはあれですけど、見合いの話なんか来ちゃってですね、あそこのお嬢さんとここのお坊ちゃんとどうやろうかとかなんかいう話がワンワンあるわけですね、おじさんおばさんも多いですしね。そうです、そうです、はい、でそういうのがですね今ものすごく影を潜めてるんですね、はい、そこでやっぱり出会いの場をねちょっと作ろうじゃないかと、はいはい、いうことに今なってる。なるほど、それを県で進めていらっしゃるということなんですが、はい、どのような内容なんでしょう。これはね去年ぐらいから始めたんですが、去年もちょっと心配したのはね、やっぱりそのよからぬ企みで入ってくるやつがいるんじゃないかと、こういうことをね、まあ、考えるわけですよ、役所としてはですからね。そうですね、それでその登録の時に例えばまあ、ありていに言うと企業なんかのあるいは組織の、はいはい、まあ、後ろ盾のあるような人に入ってもらおう、はい、まあ、こういうふうに初めはしてた、はい、そうすると全然登録されない。あ、それは上司にバレちゃいますもんまあそういうことです。そうですよね、はい、でこれはまずいと、はい、いうことになって、もうこの際ね、はい、もう覚悟を決めようと、はい、いうことで、もう個人の資格でどんどん入ってくれて結構ですよと、で登録された人がこれがね今どんどん増えていてね、800人ぐらいにもなってすごい予想以上に増えてきましたね、はい、まあ、男女大体同数ぐらいですけど、今もどんどん増えてる、はい、それから、イベントをですねたくさん企画するんですね、それで、例えば、ね、こういうこれがイベントの企画なんです、はい、こういうふうにこう決めて、今4倍ぐらいの倍率で抽選をして決めてる。すごい人気ですね、はいはい、またこのタイトルが素敵ですね素敵ですね、結び愛と、物語結び愛ですね。そういうことです。だいたい1回につきですね、まあ、数十人ぐらい の、 方に、あんま多いとね、はい、何やってるかわからないので数十人ぐらいでこう運営するんですけども、はい、だいたい数カップル、はい、誕生してますね。まあ、最後までうまくいって子どもさんができるかどうかまでわからないんだけど、はい、数カップぐらいきちんとステディーな関係の人が登場してますね。なるほど。ですから、まあ、なかなかうまくいってんじゃないかなというふうに思うんですけど ね、一つの出会いのきっかけの場所ですからね、そこからまた広がればいい話ですもんね、はい、それでこれはですね、はい、その時 の、 はい、この登録のホームページなんですね、はい、これでもってまず登録をしておいて、はい、それでその登録をしてもらった上で、イベントに参加してもらったり、あるいはですね、これは親元の企業とか、はい、役所とかね、そういうとこはね、和歌山婚活応援隊、はい、こういうものになってもらうわけです、はい、だから県も出会いの場を作りますけども、自分たちも応援するから、
まあ、例えば企業レベルでもそういうことをやるし、みんなそれを奨励したりね、休暇取って行ってらっしゃいと言ったりね、いろいろ協力するような、はい、応援をする企業をね、今登録をしてもらってて、これが今35団体、そうですか、企業団体35団体みたいな形になってるんですよね、はい、でこれもまあ我々としては大歓迎ですね、はいはい、和歌山県みんなで若いカップルを応援しようという企画ですね、はい、そうですね、それからまあその他にですね、はい、やっぱりその例えば応援隊で、婚活イベントなんかをやるにしてもね、はい、やっぱノウハウがいりますよね、はい、でそういうノウハウセミナーなんかを開催して、こういうふうにやったらいいカップルができるんじゃないですかっていうようなことを、まあ、知的貢献ですね、はい、これはまあ県が一生懸命やってるということなんですね。なるほど、はい、さて、ところでこの晩婚化によって女性の、はい、結婚年齢が高くなったことで、はいはい、何かこう影響というのはこれはね、お医者さんに聞くとね、はい、やっぱり子供を作るんだったらあんまり遅くない方がいいと、はい、30を過ぎるとですね、やっぱりだんだんとまず妊娠 しにくくなる、それから妊娠した時に例えば障害のある子供が生まれる可能性が強い、はい、それから流産の可能性もあるみたいですけど、はい、そういうようなことでですね、いろいろな意味でこの困難さが増すんですよね、で大体結婚されて自分の夫婦のね、はい、プランを考えられますね、うん、その時に、まあ、今はその妊娠とか子育てとかそういうのをやらないで、仕事一生懸命やろうとか、まずは楽しもうとか、そういうことを考えられると思うんですけど、後に子供さんをとこう考えてたら、そのさあ子供さんを作ろうと思った時になかなかできにくいということは現実にある問題なんですよね。ですから、そういうこともちょっとこう念頭において、はい、その夫婦のプランですね、はい、家庭のプランを考えられたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。また妊娠への影響ということでは、はい、昨年から全国的に風疹が流行していまして、はいはい、まあ、心配されている妊婦も多いかと思うんですけれども、はい、妊婦が風疹にかかった場合はどんな影響があるんでしょうか。これはね、妊娠している時に、まあ、かかりますとね、はい、かなり高い確率で障害のを持ったお子さんができる可能性があるっていうんですよね、はい、で、まあ、例えば難聴とかね、はい、あるいは心疾患とか白内障とか、そういろんなところで出てきて、これは先天性風疹症候群とかなんか言うんだそうです、はい、ですから和歌山としてはね、はい、さっきの、まあ、子育てを応援しよう、あるいは婚活も応援しよう、はい、何のためにやってるかというと、子育て環境がね、和歌山は一番いいぐらいの県になりたいと、はい、子育て環境ナンバーを目指すと、こういうのが我々の目標なんですね、はい、でこれまさに子育て環境ですよね、はい、ですから和歌山県は、まあ、いち早くね風疹の予防注射、これ予防注射しておくと大丈夫なんです、はい、で予防注射はもうタダにしようと思ったんです。あ、そうですか。それで、はい、全員にもうどんどんと打ってもらおうと、はい、ちょっとお金かかるか嫌やななんていうのはなくしてね、でその時に和歌山県はもう定額で5000円パシッと出しますから、大体1万円ぐらい、それで、残りは市町村でできれば出してください、はい、で出せないところはまあしょうがないけど、市町村が出さなくても和歌山県の半額部分は必ず出しますから、はい、と言ってですね、パッと発表したんです、はい、そしたら市町村もほんじゃあまあ県も言うんだから我々やりますかと言って、それでもう現在は全市町村30市町村全額公費負担なんです。でこれは、はい、全国で和歌山県だけですね。その早速策を講じられた、はい、その風疹のワクチンなんですけれども、はい、その内容について教えていただけますか。でこれはですね、はい、9月21日からもう発表したその日から適用で、まあ、年度いっぱい、はい、もうやりますと、それで19歳から、はい、49歳というか50歳未満までの、はい、女性、それで、まあ、妊娠を、まあ、する可能性のある人ということと、はい、それから妊娠現にしている人には打てないんで、はい、妊娠現にしている人には移ってもらっては困るから、その夫と、はい、
いうですね、そういう縛りで、はい、あの県の制度は作っていて、市町村の制度もこう大体同じような形で、大体ね、はい、ずっと来ていると思いますね。そうですか。もう無償で受けられるということですから、はい、ぜひどんどん受けられたら、そうですね、お住まいの市町村に申し込んでいただきたいですね、はいはいはい、ではですね、最後に子どもを産んで育てようと思っている方ですとか、はい、また現在子育てを頑張っている若い方に、はい、応援メッセージを知事からお願いできますか。はい、子育ては大変だっていうことをね、まあ言い過ぎる向きやね、この社会は。ね、ついつい言ってしまいますね。ところがね、はい、なんかそれぞれの家庭でこう見てるとですね、はい、まあひいひい言って苦労はしながらですね、実はすごい楽しくやってる。確かにそうですね。はい、でこれは我が県庁の幹部の話なんですが、はい、子育ては楽しかったと、子供の頃の子供を見てるだけで楽しかったというようなね、もうだいぶ大きくなってますけど、はい、子供さんはね、そういう人もいるから、はい、まあそういうもんだと思って、困った時は社会が助けますんでね、できる人はどんどんお作りになったらいいと思いますね。そうですね、子育てをしながらまた自分が育つっていうこともあります。まあそういうことですよ。この振りを見て我が振り直せとかなんかいうのがありましたね。ですね、はい、はい、よくわかりました、はい、今日どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。